と思う。あれがだからどんどん日によってあそこのなんか物によっては違うかったり、だから本当に多分これはやっぱ芸人さん方と舞台をするということがポイントで、絶対に同じことはないね。うん、私でもだからさ頭の回転が速くないから一緒一緒、即興劇みたいなのがほんまに苦手よね、うん、ちょっとそれが怖い。だって絶対バッてくるやん。確かに。でもそういうのも楽しみに皆さんはぜひ来てもらえたら。配信もあるんじゃなかったっけ、配信チケットだっけ、なかったっけ。今回ももうアドリブだらけな気がして、私が一番その笑ってしまうどこ分野、あアドリブがとか、やっぱりさすがです。間とかなんかもう表情とかも笑わしてくるから笑ってしまう。あると思います、配信も多分。ぜひ見ていただけたらと思います。絶対にあの笑わないことは無理です。そうや、逆にもうなんかチャレンジしてほしい。ああ笑わないで見るぞみたいな、うん、チャレンジしてほしいけど、もう始まって数分で無理かも。始まって数分、そうだな。でも謎も多いのでそれがすごいよね、うん、ちゃんとストーリーとしてはしっかり謎とかなんかどうなるんだろうっていうストーリーとしてもすごく面白い中に、なんか吉本だな、やってるなって感じ、お笑いやってるなって感じの雰囲気もあったりして、皆さんデザイアーズ欲望者マンション、欲望者デザイアーズが、あ意味がってことかな、そういうことなの、欲望者デザイアーズ。いやだから本当にちょっと楽しみだよね、うん、この後どうなるのか、台本が楽しみ、早く読みたい。あんまり本とか別に読むの得意じゃないけど、一瞬で読み終わったもん、うん、面白かった。二人はどんな役柄なの？どこまで言っていいか分かんないね、うん、なんか言えないね、言わない方がいいよねきっとね、言わない方が楽しんでもらえる気がします。言ってみて。もしかしたらだって私がもうほんまに何やろうな、真逆かもしれんしな。そう、うん、真逆って何やろうか、真逆、まあでもなんかすごいキューマさんも石田さんも多分私たちのことをすごい見ていただいて、やりやすい環境をすごい作ってくださっていて、なのでたりともたくさん怒られたいですってということ。ド M？ めっちゃ初見なので2人とも。しおりちゃん変なコメント来てんな。こら。いや本当に。楽しみ。終わっちゃうだろうなあっという間に。私もうさ、ほら初めてやん、うん、そういうなんかあんま他の NMB 以外の人がいる場所にさ、うん、もうずっと震えてたな震えてたよ、うん、出てた感じは出てた、あそっか。いやでも本当にしおりちゃんが一緒でなんかもう安心というかね、心強いですよ。まかよ、こっち言うてる言っとけばいいと思って。いやでもえかりもほら人見知りじゃん。またまあ、しおいちゃんどうした急に声でかくなって、しおいちゃんほどではないけど、でも本当に見に来てほしい、ぜひとも。いや、もう初めてやからっていうのもあるし、うん、ほんまに絶対見に来たら絶対笑える、見に来てほしい、いや笑顔になれます。そう、人生が豊かになると思いますなんかかりんはすごいなんか、まあ、私は特にそういう作品とか人の作ったものに触れるときに心
心が動くことが多いから、なんか舞台とかもまああんまりこう機会がないと見に行くことないのね。なんかうんかさんの舞台とかしか見に行くことあんまないけど、やっぱ行くたんびにいや行ってよかったなって思うし、でそういうまたね舞台らしい舞台とはちょっと違うじゃん、だからこそちょっとあのグランド花月にあの見に来た新喜劇見に来たぐらいの気持ちと、うん、なんかね演技を見に来たの気持ち。普段でもメンバーが舞台やるってなったら割とその演技がっつりですっていうのが、うん、多分今まで皆さんが見てきたのも多いと思うけど、うんうん、またそれとはちょっと違うから、うん、違うな。見てほしい。怖い系、いやいろんなねジャンルじゃない、うん、なんかジャンルがわからない。確かに、うんねえわからん。この途中までしかまだ知らんから、うん、まあそう完全に。でも今のとこ完全にどこまで言っていいの。いや本当にそうなるだからもう言わないでおく。でもポスター見た感じはまあそうね、謎めいてるよね、うん、ちょっとだからなんかずっと何か謎があるのが面白いと思います。あクラウドファンディングも今実施 させてもらっていて、はい、台本をそのまま、プレゼントというか台本とかあったよね。あった台本と、あとそのポスターと、うん、ポスターのカードと、あそのマンションの部屋番号、部屋番号がなんかついたりとか、なんかいろんなあのがあるので、はい、もしよかったらはい、クラウドファンディングにご協力していただけると嬉しく思います。私たちにとって初めての舞台なので、台本とかはなんかいい、なんていうの、思い出になったらいいなって、うんうんうん、グッズとかないのかな、多分ないんかな、多分確か今んとこグッズ用撮影はしてないから、そのクラウドファンディングのやつでグッズになるのかなっていう感じだったね。台本もらっといた方がいいんじゃないっていうぐらいそう本当にグッズがあるか分かんないからあんまり聞いてないので。お、クラファンはめちゃくちゃ気になってる。ぜひマジでぜひ協力していただけるとすごく嬉しいです。確かにその台本のお話、ここにクラウドファンディングしてくれてる人いないけど、こういうことここにそこに違うかった。りょうたろうくんありがとう、いつもなんかすごい夏っぽいの。クラウドファンディング、私のツイッターにリツイートしてあるのがあると思うので、もう一回後でしときますね。ぜひもうちょっとでも協力してもらえたら嬉しく思います。ジリーさんの趣味なんやと思う。野球観戦。そんなんじゃないやん。あとあれ見てるって今、なんだっけ、何見てる、ホラー映画とか、あのそのホラー映画、あの有名な、え今めっちゃ見てるやつ、ジンさんが、え海外、海外のホラー、韓国、違う普通の、うん、えストレンジャーシングス、それわかんないな。ストレンジャーシングスをずっと見てる。ストレンジャーシングス、うん、シング今日は他の共演者さんともお話できました。はい、森谷さんと夏子さんは今日いらっしゃらなかったので、はい、お二人とはまだお会いできてないんですけど、びっくりな話でね、本番までね、言っていいの言っていいのびっくりな話ですね。もういろんな同世代の人、お二人だけだよね。
心地に例えると虎。そんなさ、さっきから普通のことばっかり言ってこれは大喜利やん。そうなん。そんなことない。おい、最近ハマってること臭いむしりはないだろ絶対。いや、だから野球場。あ、そういうこと。なるほどね。ちょいずらしで書いてたことね。外動物に例えると何かな。なんかライバルチームとかのキャラクターないんかな。野球の虎 VS 何やろ。ライバルのチームってどこ。全部じゃないの。恋とか分かんない。恋カープカープ動物じゃないもんな。なんか鳥とかいますね。鳥、どれや。モモガイ。ウサギで。確かにウサギっぽい。ウサギってなんかあるっけ。ウサギのチームってあるんですか。ハムスター、ベイスターズ。巨人はウサギ。知らんかった。あー、オレンジのだ。オレンジのウサギだ、そうだ。好きな言葉は、今日せやねんで、あの始球式の様子流していただいてたみたいで嬉しい。ありがとうございます。嬉しいですね。来週は出演します。せやねん。好きな言葉、なんか情熱。いいんじゃん。あれ、トラホーじゃない。好きな言葉。好きな食べ物は、でもそう思ったら全部阪神のことで書けるチリさんってすごいね。確かに何にも阪神になる。チッヒーがどなにで淀川の花火大会最前で見たこと言ってたよ。あ、なんか見ました。はい。レイちゃんはどこ。いない。今はあれでしょ。 あれも確かに。あとこことここ考えて。秘密。小さな秘密なんやと思う。なに。秘密なんやと思う。なに。難しくない、意外とこれ考えるの。難しい。ありがとう。髪まとめてくださいって。これも見て。うん、レイちゃんにもらった。あ、まつってない。あ、まつった。こっち、こっちの方がつってる。かわいいでしょ。なんかハワイイベントみたいなのやってるの。あ、あのさ、私小島にさ、タイ行った。私タイのお土産、タイのお土産あるのに、じゃあ渡そうと思ってたんやけど、食べたな。気づいたら食べたな。違う、ね、ジョニーさんには渡したんよ、きっと。ほんで、でも結構行ってから 日にちたってで、ね、うん、M の人にもあげたし、うん、マスタッフさんとかにも渡して、うん、よし、もうみんなに渡したぞって気になって、今日の朝、今日小島に会うってなって、あ、やばい、待って、うわ、食べた、私。ひどい。カリンはちゃんとまだ置いてあるよ。めっちゃしおりちゃんっぽい串を見つけて、なんかこれくらいの串。やばい、どうしよう、ちゃんとしたやつ買ってあげたのに。まだでも渡せてない。めっちゃ久しぶりになったよね、なんかあんまり会ってなかった。やっぱチーム違うとね。久しぶりになったよね。うん、うん、そんなことない。連絡は取ります。なんか変な写真送ってきたり。何送ったっけ私。あ、え、あ、なんか5期の LINE、 3人の LINE がたまに動きます。確かに、確かにね。でもほら、なんかチョコやったからさ、溶けるかなって思ってさ、
そしたら食べちゃった。2種類飲んでます。これはブラッドオレンジとソイラテ。うまっ、ブラッドオレンジって感じ。ブラッドオレンジ、うん、水滴が苦手な。どうしたらいいんだろうな。そうなんかさ、美容室とかさ、うん、ネイルとかにこういうのさ、うん、一緒に持っていくやん、うん、水滴がな、ね、ね、ますますって思いながら。あるよね、でも最近そういうのがこうやってできるの。あ、覚えてくれてる。あ、そういうこと、自分でって、うん、ね、カリもこうやっていつもティッシュでしちゃいます。皆さん今日18時に絶対に配信を見てほしいです。インスタライブ。なんで？やっぱ見てほしいじゃん。何のインスタライブがあるの？私のアパレルプロデュースのお洋服の商品紹介の配信をしようと思っていて、うん、まあ、そこにはちょっと、まあ、ゲストさんもいて、うん、私じゃ分からないだろうということでマネキンをしてもらおうと思います。うわ、はい、かりんの私のアカウントでやります。インスタライブはなので質問もいっぱいしてください。これどうだろうとか。質問してくださいね。分かったって。はい。だからまたいるかもしれちゃうね。うん。あのインスタライブのコメント欄に。はい。コメント欄にいるかも。やっぱ骨格ストレート代表として。いやー本当に見事に違うメンバーを集めて。何が？何なんだ、骨格が。集めてインスタライブしちゃうかもよって。しちゃうかもよって。世の中には何が多いんやろうな。まあ一緒ぐらいかな、うん、半々ぐらいなんじゃない。何でも質問も答えていきます。受注受付が21日まででもうあと2日間とかなので最後の受注受付。何今のこれ。最後の追い込み。言えよ。受注受付、受注受付は逃したらもう買えないですか。もう買えない。え、そんなん迷ってる場合ちゃうやんって。そうなの。だからもう最後のもう選択期間なわけ、うん、選択ジャブジャブ。いやこれもいいかなとかってきっと思ってくれてる方もいらっしゃると思うんですけど、そう、それが本当にいるなって思ってもらえるか、いややっぱいいかって。まあでも確かに、なんかさ迷ってる服とかよりもたまに見るもん。服屋さんのさインスタライブ見て、うんうん、で着てるの見て最終決めるかも。やっぱあれ意外と大事な気がする。そうなので最終チェック期間だと思いますので皆さんぜひ、はい、骨格ごととかで見れたらいいなとか思ってます。骨格ってどうやってわかるんですか、ね、骨格調べ方とかで出てきたやつを、うんうん、で条件が書いてあるからそれに一番当てはまるやつが多いやつとかかな、うんうんうん、で私は自分で勝手にそれでこれやって思ってるかも。確かにちゃんとは見てもらったことないけど。でも分かりやすい人は結構分かりやすい人。カリもめっちゃ分かりやすいナチュラルだから。ナチュラルマジでナチュラル。もう、あ、もう本当にナチュラルのマネキンできるよね。うん、できる、うん、ほんまに。クラインも超ナチュラルで、今回の私が作ったお洋服は本当に自分に合うのを作ってるので、うん、逆にナチュラルの人にはもうドンピシャにかっこよく着ていただけると思うんですよ。でもしおいちゃんが言うには、うん、やっぱりナチュラルは着れても骨格には合わないものとかも多いっていう話をしていて、
じゃあそのナチュラル、うん、ストレート、うん、ストレートさんが着れる服はどれかっていうのとかも、まあ、どう着たら少しでも、うん、よくかっこよく着れるかとかもできたらなと思ってます、うん、楽しみに。ミックスの人もいるよね、だって。あ、確かに。なんかちょっとややこしいよね、それ、そういうのね。そう、確かに。うわ。いるな。いるいる。まあでも王道ミックス、あ、間違えた。ナチュラル、ストレート、ウェーブを揃えましたので。ウェーブがいっちゃうな。いいよな、女の子らしいお洋服とかも全部似合うしな。アーカイブは残します。いいんですか。わわわ、久しぶりにこんな長いことショールームしてるよ。インスタライブする？あ、ショールのアカウントで。あ、いいよ。いいんかい、うん、なんかさ、ショールームとインスタライブってまた違うくない？なんかテンション感変わるくない？わかる。わかるわかる、めっちゃわかる。なんでなんやろあれ。カリンはルームズではもっと全然違う。どうせなんかささやきボイスでしてみやろ。なんそれ、どんなイメージ。やばいじゃん、キャラ変しすぎるし、ちょっと低くない？どういうこと？そんなんしてたらちょっと低くな。インスタライブが一番苦手。なんで？だって本当に、なんていうの？アイドル小島かりんを知らない人？びっくりした！来た来た。集まっちゃったよ。はい、あ、聞いてない。聞いてない。あ、ほらね、こうやって、はい、あ、リーダーがあげたやつやん。あ、そうそうそう、かわいいでしょって。かわいくない？かわいいやろ。かわいい、使ってます。あ、近重さん、お腹すいた。お腹すいた。まだ昼やろ。昼って4時や。5時？あ、5期だった。近重さん、4時。そうですよね。ちこちげさん、ちこちげさん揃いました。一緒ですよね。え、なんで？なんで？あ、そういうこと。なんで？終わる時間一緒ですよね。どういうこと？仕事が終わる時間。あ、一緒ですね、終わる時間。一緒ですね。私たちもそのぐらいに終わるんですよ。一緒ですね。どうだ、聞いてや。あのさ、書類がお土産渡したやん、大変。もう最低だから、あれを。小島にもありがとう思ってたやん。うん、たら気づいたら私食べてたんだ。やば。あのさ、エグにも渡して、ゴリラや。上司さんにも渡して、スタッフさんにも渡して、うん、あ、もう全員に渡したって思ったら、うん、今日の朝会うからな、久々に。うんうん、やばい。結構美味しかったで。美味しかったよな、あれ。うん、マジ？そうなんだ。本当に悲しい話です。まあ、カリンはちゃんとしおいちゃんにまだ残してありますよ。怖い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 。食事係近重ちゃん。給食のおじちゃん。給食のおじちゃん。それでは終わりますか。いや、かわいくランキング発表してくれるらしいので、あ、いきますよ。13位。バンなるバンなる。バンなるよ。ちょっと押さえてもらっていいですか。ファ、うん、イルシティの3位からでお願いします。わかった。はい、おでんやさん、おでんやさん、12位、ゆゆゆさん、11位がビビンさん、10位がアオイさん、9位ゆきさん、8位が今もまだふーちゃんとかかな。6位が、マチカネトキドルさん、5位がヨシさん、4位がユウさん。さあ来ました、3位S さん、違う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 、違
じゃあいきます。じゃあ13位からともみさんありがとうございます。12位ひろちゃん、11位しげやんさん、10位しゅかちゃん、9位ゆみちゃん、8位イエス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 すげーすげー読めんねんよごめん違うかも。7位カニパンさん、6位ヒロさん、5位ともすけさん、4位ユッキー、はい3位。じゃあ小島が口パクで言うから、うん、分かった、それに合わせるわ。 いきます。3位なんてさはい2位、はい、2位が2位がみほちゃんはい1位がりょうたろうさんやばめっちゃいいやん、ありがとうございました。豪華なランキング発表でした。バイバーイ。